ビオラダモーレは、バロック時代、特に17世紀の終わりから18世紀の前半に、用いられた6、6内しな長の演奏弦と同数の共鳴弦を、持つ、殺弦楽器である。ビオラダモーレビオラダ、ガンバの類縁の楽器とされるが、ビオラダブラッジョやバイオリンと同じように肩の上に乗せて、演奏する。ビオラダモーレは、バイオリンより、演奏弦が多く、裏板は平面であり、指板に、 フレットが存在しない。また、バイオリンでいう F 字項の部分の形状が異なっている。イタリア語で、愛のビオラを意味する、名前のように管理で、暖かい音色が生じるのは、演奏弦のもとに、金属性の共鳴源があるためである。レオポルト・モーツァルトは、辞書、ファーズク・アイナー・グランド・リカン・バイオリンシュルに、夜の静けさには、特に魅力的な音だと記している。 ビオラ奏者が演奏することが多い。標準的な長弦は低い方から ADADFAD AD AD ビオラ、ダモーレと同様に共鳴源を持った楽器にバリトンがある。ノルウェーの民族楽器ハーディングフェーレはビオラダモーレから派生したものだと言われている。音楽の友者、音楽中時点ではビオル族の一種としている。ありがとうございます。